愛知県立東山工業高等学校は愛知県名古屋市区作成が岡山手に2011年3月まで存在した工業高等学校である。愛知工業高校と合併して東山工業高校の敷地内に愛知県立愛知総合高科高等学校が建設されるため2009年度から募集を停止し2011年2月26日に閉行式が実施された。 通常、工業高等学校は、個別に入学募集、選抜を行うのが通例であるが、東山高校は、全国で初めて全4回一括の募集、選抜を行い、入校後1年間は、工業科として、全科の授業、実習を順次行い、第2学年に進級する時点で個人の特性と希望により、科目別に分かれた教育を行っていた。自動制御科を全国で、 初めて創設した高校で、かつては国内の工業高校の中で最も偏差値の高い高校として周知されていた。また、愛知県が推進する産業首都プロジェクトと産学間連携しており、同校の自動制御化を経た一部の生徒が、地元の有力企業であるトヨタ自動車、ブラザー工業、愛心オータムウィンター、伝創などへ中核人材として、 総合職採用されるという慣習があった。とりわけ、トヨタグループでは、トヨタ中央研究所など、門戸の狭い部門においても受け入れ体制が確立されていた。1959年に、愛知県立愛知工業高等学校より分かれて、創設された。開校時には、全日制の機械科電気科電子工学科自動制御科の4学科が設置され、 1964年に設備工業化が設置された。2006年に学科改編が行われ、設備工業化は廃止され、自動制御化は電子機械化に解消された。1964年に定時制の機械化と電気化が設置されたが、1968年に定時制電気化、1969年に定時制機械化が募集停止となり、 1972年に定時制課程が廃止された。愛知工業高校との合併のため、2009年から募集停止をし、2011年3月31日に閉校した。閉校後、高度工業教育を行う中等教育機関として専攻科も備えた愛知県立愛知総合高科高等学校の校舎を敷地内に新規建設された。開校と 同時期に、愛知宿徳中学校、高等学校、杉山女学園大学、名古屋市立菊里高等学校が、星ヶ丘地区に移転し、周辺は、学校が集積する土地となった。1971年2月に高知を含む星ヶ丘、一帯が、文京地区に指定された。最寄駅は、名古屋市営地下鉄東山線星ヶ丘駅である。 1959年3月に延伸開業した名古屋市電東山公園線は、高知のすぐ南を通る道路を走り、東山工業高校前で留場が設けられていた。なお、同線は1961年5月より休止され、後年廃止されている。ありがとうございます。